2008年、千葉県の港で釣りをしていた男性が切断された遺体を発見するという事件が発生しました。見つかった胴体は着衣を身につけておらず、頭部と両手足が切断された状態で、 DNA 鑑定の結果、約5年前から捜索願いが提出されていた女性と判明。しかも彼女は3人の中年男性と同居する奇妙な生活を送っていました。しかし犯人につながる有力な情報もなく、頭部と両腕に至っては現在まで見つかっていません。女性を手にかけた人物は何者なのか、同居生活の背景にどのような理由が隠されているのか、今回は警察もまか不思議と漏らした未解決事件、千葉港女性バラバラ遺棄事件の真相を追います。まずは事件概要からご説明します。2008年7月11日午後2時20分ごろ、千葉県千葉市中央区にある千葉港で停泊していたタンカーと岸壁の間から頭部や四肢を切断された遺体が発見されました。第一発見者は当時35歳の釣りをしていた男性。当初マネキンが浮かんでいるようにも見えましたが、遺体と気づいて警察へ通報。駆けつけた警察官が引き上げると、頭部と両手足が切断された胴体で、胴回りはロープで結ばれコンクリート片が付けられていました。3日後の7月14日、胴体が見つかった位置から約300メートル離れた海中で重しをつけられた両足を発見。切断面からナタのような刃物で解体されたと判断されます。司法解剖の結果、胴体に外傷はありませんが、右足のすねを骨折した痕跡も確認され、足のサイズは22センチメートルと確定。遺体は亡くなってから5日から10日経過していると明らかになりました。DNA 鑑定から身元は千葉県千葉市稲毛区山王町に住む無職の M さん、当時30歳と判明。M さんはアパート2階で3人の中年男性と同居し、7月2日正午、そのうちの1人に車で千葉市中央区へ送ってもらったその夜から連絡が取れなくなっていたのです。遺体発見はニュースで報じられましたが、3人の男性は彼女と靴のサイズが異なるため、M さんでなくてよかったと話し合っていたところで、この3人と別の知人男性 A さんは、最近姿が見えないと警察へ相談していました。では同居生活についてお伝えします。 M さんは A さんが警察に相談した件とは別に、約5年前の2003年8月、当時32歳の兄から家出人として捜索願いが提出されていました。2006年2月、一旦自宅に戻るも再び姿を消し、転々と居場所を変えた後、同居生活へ入ったと想定されます。同居男性はいずれも50代から60代、間取りは 3DK で家賃は月約5万円です。派遣労働で日当を稼ぐ3人のうち、知り合いは K さんただ1人、残りの2人については部屋を分け合うだけの関係でした。ただし K さんとも恋愛関係ではなく、シェアハウスのような状態。近隣住民によれば、同居している男性が M さんを車で送り迎えしている。彼女は午前9時ごろに出かけて午後11時くらいに帰宅していた。複数の見知らぬ男性が出入りしていたし、アパート前にベンツやロールスロイスが横付けされる日もあったと証言。さらに彼女と同居していた一人が、当時15歳の少女にテレクラで男性客を取らせ、わいせつ行為をさせて逮捕されています。テレクラとは電話を介して男女が会話を楽しむサービスで、現在は出会い系アプリの登場で衰退したものの、全滅したわけではありません。部屋のドアには解体工、大工募集と書かれたチラシが貼られ、周囲からは建築関係の事務所と思われていましたが、巡回する警察官からあそこには近づかない方が良いと言われた住民も存在し、噂では暴力団関係者の事務所という情報も流れました。以前そのアパートで暮らしていた28歳の男性は、2007年に後輩があの部屋に住んでいた。その後輩は女と一緒に生活している。女は風俗に勤めているから車で送り迎えしていると、ネットの掲示板に書き込みましたが、真偽のほどは不明です。ただしそれが事実であれば、一緒に暮らした女性は M さんだった可能性も否定できません。同居していた部屋がどのような目的に使われていたのか、出入りした人物や契約者の素性を洗えば、ある程度の背景も推測できますが、警察が多くを語らず、捜査の進展も聞こえない状況を踏まえると、部屋の名義人、あるいは彼女の仕事に暴力団関係者が存在していたのではないでしょうか。もしくは偽名で契約され、名義人を割り出せない。捜査を始めた時点で部屋が解約され、
計略者をたどれないという壁に阻まれ、手がかりを見つけ出せなかった。同居していた3人の男性とトラブルはなく、事件への関与は認められない。つまり M さんの命を奪った犯人は野放しになっていることを意味します。続いて地理的環境から検証します。遺体発見現場の千葉港は1922年国から港湾指定を受けたところから始まり、1994年にはコンテナターミナルの開設、2005年には4万トンの大型船2隻も寄港し、2008年4月に船橋ボートパークを完成させていますが、M さんが遺棄された当時も工事は行われていました。発見現場の地図は千葉県警のサイトから確認できます。メディアでは詳しく報じられていませんが、具体的な遺棄現場は延長220メートルの千葉デズフ島 D 岸壁、一般車は不当に設けられたゲート前までしか行けません。2002年12月に改正された海上人命安全条約により、テロ対策の一環としてゲートから先は一般市民の立ち入り禁止、高さ約1メートルに及ぶゲートと壁が続き、ここを越えなければ海までたどり着けない。だとすれば遺体をバラバラに解体したのは、ゲートを越えて運ばなければならない負担を減らしたかったからではないでしょうか。しかし不当によっては、年末年始や特別な事情がある時を除き、封鎖されない場合も多く、仮にゲートが閉まっていなかったとすれば、一般道から不当へ迎えるため、怨恨の線も考えられる。ただし海上人命安全条約を運用して、港の安全管理を徹底し始めたところなので、ゲートは閉まっていたと想定され、車で運ぶにしても解体した方が運びやすいので、バラバラに切断したと推察されます。次に彼女の置かれていた背景を考察します。M さんは家出した後点々と居場所を変え、最終的に千葉市稲毛区山王町のアパートで3人の中年男性と暮らしました。独身女性が日雇い労働者と同居する生活は驚くべき環境といえますが、経済的な事情があれば絶対に成立しないとは断言できません。ましてや彼女は家で飲み寝泊まりできる場所は必要です。どのようなアパートか確認できないため一概には言えませんが、無職の人間と契約することは難しいので、知り合いになった K さんが契約した物件で M さんは居候させてもらった。彼と出会ったきっかけがテレクラだったとすれば、恋愛関係でもない男女が同居する関係にも説明がつきます。どこにも行くところがないと言われた K さんは、うちに来ればと答えたのかもしれません。他の2人についても同じで職場で知り合った宿なし労働者を不憫に思い、家賃の支払いを部分的に負担する約束で同居したのではないでしょうか。しかし近隣住民によれば、 M さんを送り迎えしていた男性は坊主頭で言葉遣いが悪く、怪しい雰囲気を漂わせていたことから、暴力団関係者の事務所として使われていたとしてもおかしくありません。話の信憑性によりますが、 K さんもしくは他の2人が暴力団構成員という図式もありえるでしょう。どちらにしても彼女がアパートで暮らすようになった経緯は謎に包まれたままですが、9日間連絡が取れないにもかかわらず警察へ届けていない、心配して周辺を探したという情報も上がっていないことから、3人またはそのうちの誰かが警察と関わりたくない気持ちを持っていた。公的機関への苦手意識があるにしても、9日間も放置するのは不自然と考えられないでしょうか。確かに M さんは子供ではなく家出して身を寄せている、思い立ってどこかへ行った状況も想定できる。自分と関係ない彼女のために警察とは話したくなかったのかもしれませんが、だからといって3人とも何一つ行動しなかったというのはどこまでが本当か分かりません。 M さんはなぜ命を奪われたのでしょうか。ここでは犯人の動機へ迫ります。生い立ちや経歴に関する情報を拾えないので、彼女の生活や行動から割り出すとすれば、 M さんはテレクラでお金を稼いでいた。公には無職となっていますが、何もせず生活することは難しいし、近隣住民によって日常的に午前9時や午後11時の外出と帰宅を目撃されているため、テレクラではなかったとしても風俗関係の店で働いていたと思われるでしょう。無職と報じられたのは遺族の意向によるもの、あるいは発見された当時無断欠勤で解雇されていた、援助交際だから店には所属していないなど、さまざまな状況も推し量れるため客とトラブルになり手にかけられたのかもしれません。内容は想像するしかありませんが、商売の受け取り金額をめぐって折り合いがつかず、
衝動的に首を絞められたのではないでしょうか。遺体の両腕は肩の関節、両足は太ももの付け根から切断されていました。頭は首の根本から切断されていたものの、内臓に血中酸素濃度が低下し、二酸化炭素濃度が上昇した時に起こる症状が確認されているため、彼女は突発的に首を絞められたと受け取れます。頭部と両腕が発見されないのは、全く別の場所へ遺棄されたからではなく、重しが岩や海藻に引っかかり深いところへ沈んだからでしょう。警察のダイバーが潜って捜索していますが、水深によっては透明度が低く探しきれなかったことも十分考えられます。最後に一つ犯人像を語ります。手口は確定されていないものの、先ほどお伝えしたように首を絞められたのはほぼ間違いなく、水に顔を押し付けて窒息させられた可能性もゼロではありませんが、亡くなった後バラバラに解体され、身元隠し及び発見を遅らせる目的や運びやすさを優先させたと感じられます。胴体にコンクリート片をつけても浮いてきたのは、肺に入っている空気が浮き輪代わりとなったからです。そのため証拠である遺体を海に捨てても人を手にかけた事実が消えるわけではありません。解体は素人にもできますが、切断したのは合計5箇所、スーツケースへ入れて運ぶにしても、それぞれに重しをつけるのであれば労力もかかる。加えて重しに使われたコンクリート片は市販品ではなく、ビニール袋に入れられたものであることから、すぐにコンクリート片を用意できる人物、暴力団や工事関係者など一定の人物に限られます。3人の同居男性については疑問が残るものの、アリバイを示す客観的判断材料があったのでしょう。このあたりの情報は確認できないので絶対とは言えません。しかし事情聴取が事実であれば、男性たちは彼女の身を案じながらも警察へ届けなかっただけとなる。ただし関与しなかったのではなく、ある程度の予測はついていた、もしくは正真正銘何も知らなかったのではないでしょうか。警察は犯人の見当がついているものの、暴力団関係者であることから証拠を固められなかったとも考察できる。身元が判明し行動履歴の一部を明らかにしても、会っていた人物を特定できないのは、相手がテレクラの客だからで、裏社会に生きる人間だからこそ手がかりを残さず始末できたのかもしれません。だとしても同居男性の素行や経歴、 M さんが利用したテレクラや働いていたと思われる風俗店を丁寧に追及すれば、必ず真実にたどり着くでしょう。すでに時効は撤廃されているので、犯人は逮捕される不安に怯えながら過ごしているのではないでしょうか。この事件は情報が少なくつかみどころもありませんが、全ての真相が明らかになることを願うばかりです。 M さんのご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？